こんにちは。フラクタル心理カウンセラーのようこです。この動画では潜在意識のコントロールの仕方をお教えしています。この動画は続きものですので、初めての方は第1回目から見ることをお勧めします。再生リストの潜在意識コントロール教室をクリックしてください。お急ぎの方は最初の4本の基本講座をご覧くださいね。皆さんは潜在意識を変えると能力や性格が変わると学びましたね。今日はもう一つ潜在意識と体力について学びましょう。ということで今日のテーマは潜在意識と能力、性格、そして体力の関係です。まず能力についておさらいしましょう。潜在意識の中に現在の自分とは異なる思いを持っている過去の自分がいると、それは綱引きのように足し引きされますから、現在の自分の思う通りになりません。現在の自分が能力を高めたいと思っても、能力がなかなか上がらない、ということになりますね。ですから、潜在意識の自分に、同じ方向に行こうよ、と進めるのが効果的となります。この方法を第6回目の動画でお話ししましたね。次は、性格についてです。子供の頃はいろいろな出来事を人生で初めて体験します。何かをしたら褒められたという体験や、何かをしたら拒絶された体験など、いろいろな体験によって、そこで分岐点が生じて、どちらかを選ぶことで、自分の考え方の基本の型が作られます。こうして、性格が形成されます。ですから、潜在意識の自分と対話して、改めて行動の仕方を選び直すことによって、性格が変わるというお話をしましたね。詳しくは第18回の動画をご覧くださいね。では体力はどうでしょうか。例えば病気がちな人とか疲れやすい人がいますよね。これも生まれつきだから仕方がないと思っているかもしれません。こんな風に思っていると、能力が高くなっても私は体力がないからどうせ仕事が続かないという思いがあって悲観的になっているかもしれません。すると、せっかく潜在意識を変える方法があっても、やる気が出ませんよね。どうしてこんな風になったのでしょうか。前回の動画で、親に怒られて、傷ついて、拗ねるという話をしましたね。例えば、幼稚園に行くのを嫌がっているのに、お母さんが許してくれないというシーンです。わかったよ、じゃ、行くよという子供と、嫌だ、絶対に行かないという子供がいるとします。ここまでは性格の違いですね。幼稚園に絶対に行かないということを決めた子はどうなるかというと、てこでも動かないというふうに体を固めたり、お腹が痛いと嘘をついたりしますね。こんなふうに自分の体はこうだと体の状態を思い込んでしまうと、だんだんとその思いが積み重なっていき、本当に体が動きにくくなったり、歩けなくなったりします。すると、さらに消極的な性格になります。つまり、もともとは性格の違いで選んだやり方が、体の状態に影響し、そのために、またその性格を強めてしまったのです。これが人生の中で何度も繰り返されるので、大人になった時には、体が本当にそのような状態になるのです。いや、これは遺伝だからという人もいるかもしれません。確かに親も同じ思いを持っていたのかもしれませんが、今、自分が自分の考え方の癖を変えれば、体の状態もある程度変えることもできるのです。ですから、希望を持って潜在意識のコントロール法をもっと学びましょうね。